国道434号は、山口県周南市から広島県三好市に至る一般国道である。山口県南東部の瀬戸内海に面する周南市を起点に中国地方の山間部を縦断して、山口、広島県境の松の木峠を越えて、広島県北部の三次市を終点とする延長約 170km の一般国道の路線である。 路線の多くの区間は、他の一般国道との徴用区間になっており、実延長部分である、単独区間は、山口県周南市須すすま本郷から広島県、2日市市、飯山までと、道県秋太田町内のごく一部の区間であり、その延長は、総延長の約3分の1ほどである。周南市街地から国道百十五号と重複し、周南地区の中心部を抜けて、 関のダムを渡った後に、ダムの延停場を再度渡って、西木川に沿って進む。岩国市西木町広瀬を抜けて、一旦国道187号と重なって、今度は、西木川の支流である宇佐川に沿って進む。総津郷温泉、佐備地橋を抜けて、松の木峠を越えると、広島県八日市市飯山に至る。ここで、国道186号と重複して、 道県秋太田町掛けに至る。旧加け町の中心市街地を単独区間として通過し、その東端で南から北上してきた国道433号と重複して終点の三次市に至る。未整備区間も多いが、全線で普通車での通行は可能。周南市主近地区から岩国市西木町広瀬の間は平瀬ダムの建設に伴い、 バイパスが建設中である。未改良の整備状態が悪い、いわゆる国道と呼ばれる区間の多くは、国道433号との重複区間にあり、単独区間内では、山口、広島県境の松の木峠の山口県側に限られる。松の木峠を境に、単独区間の広島県側はに車線の道路が続いている。一方、 山口県側の境愛道路では、アスファルト細の状態が荒れている箇所があったり、路肩も弱いため大型車通行規制がかけられている。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して、作成国道434号の最高地点は、標高776メートルの松の木峠である。沿道には、赤い石州瓦を使った屋根の住宅を見ることが、できる。 ありがとうございます。